ユミチャンネル。はい、どうも皆さんこんにちは、ヨミです。今回なんですけど、福島県に来ております。今朝の新聞2社分に僕が写真付きで載ってたんですよ。昨日福島県本宮駅に新しくできたピアノを演奏したんですけど、その時の写真と記事ですね。新聞の1ページ目に写真が出てます。こんな機会なかなかないと思う。今回3日間福島県にいるんですよね。だから1日目と3日目が仕事があって、2日目が空いてるんですよ。今日の新聞に載ってた人が駅前に立ってたら気づかれるのか、やってみたいと思います。別に、まあ、気づかれないとは思うけど、もう風で葉も渦を巻く季節ですよ。この辺ですかね、駅。気づかれるまで帰れませんみたいな感じでね。同じく30分ぐらい椅子に座られてた方がいるんですよ。ちょっとお話を伺ってみたいと思います。あ、こんにちは。僕結構今ここに30分ぐらいもいるんですけど、お兄さんたちも結構30分ぐらいあの辺にいらっしゃいましたね、はい、なんか何されてたんですか？電車待ち。あ、電車待ち。あ、なるほど。どこ行くんですか？自分は元宮。あ、元宮。何時に元宮？あ、家が元宮。あ、そうなんですか。え、一番。あ、そうです、そうです。で、あのとこで。あ、はい。あ、読みさん。そうです。うわ、メーター方式になってきた。その元宮に来ましたよね。そうなんですよ。え、本当に友達が来てて、びっくりした。調べてて、あ、はい。なんかこれ載ってたんですよ、写真が。あ、ネットを見てたらニュースみたいな感じで。多分家帰ったらありますよ。あ、ありがとうございます。ちょっとリアクションしていただいても大丈夫ですか？大丈夫。了解です。じゃあ、クリアの人に会えてよかったです。ありがとうございます。グラサンかけて、黒マスクして、あれ、気持ちだなって。ありがとうございます。いや、これ嬉しいですね。ちょっとこのまま立ち続けてみようと思います。ちょっとせっかくだからピアノも弾いていこうと思います。福島中央テレビの福島を盛り上げる TV っていう生放送に出演させていただいた時に初めて弾いたピアノですね。まだピアノ設置されてると思うんで見に行ってみましょう。わかりました。
あ、どうもどうもお願いします。ちょっとなんかうるっと、なんか最近何ヶ月か前から見始めて、はい、すごいいいなと思って、福島のもなんか3つぐらいあったから、はい、なんか結構福島に来てるなと思って、はい、あー、そうですか、ありがとうございますこの辺りの、はい、なるほど、はい、あ、そうなんですねピアノ弾く前から気づきました。じゃあなんとなくもう挙動で分かったということなんですね。すごいですねそれは。いやありがとうございます、続いていただけました。なんか皆さんがいつもダンって言ってリクエストしてて、はい、あれはやっぱりすごい4ヶ月前から見始めていただいた方でダンをもうすでに知られてるっていう、曲最初何か分からなかったですよね、ダンって最初は分からなかったです、はい、何のことだろうみたいな、曲だなと思ってたら、はい、あ、ヨミさんが作った曲だったちょっと聞いたかみんな、太鼓とは別のところでダンを聴いてくださった方がいるというのは、これは嬉しいですね。歩いてたら、ありがとうございます、頑張って。ああ、ヒッチハイク的な、なるほど。今日帰るんですか？明日帰るんですけど、この、ま、でも明日はちょっと仕事で、割と朝からずっと行くんで。バイバーイ。すげえ。こっちを気にしてた方に手振ったら振り返してくれて、一人で結果チャンネル登録者2人増えたってすごくないですか、これ。1日駅前に立ってるだけでチャンネル登録者2人増えるなら、あと350年ほど駅前に立ってたら26万人増えてチャンネル登録者200万人達成じゃん。ごめん。
これ当たり強いの結構好きっすよ。メガネ外してもらってありかなし。あー自分はなしです。みんな僕は変わる人にできないってよ。悔しいな、悔しいな、悲しいな。手を振って気づきましたか。あの、そうなんですね。振った時に、声かけの声かけをって言って。ああ、ありがとうございます。ちょっとやっぱりこれじゃ分かりにくいですかね。これだけじゃ。わかります。ピアノも弾いてませんしね、わかりませんけど。三脚立ててたので、それでもしかしたらかななんて。なるほど、よかった。やっぱり三脚が良かったんですわ。よかった。三脚が本体説あるな、これ。あの、実はこれ、記載されてたみたいで。ああ。はい。で、あの、はい、元宮で昨日ピアノ弾いたんですよ。で、あの、なんだかける人は現れるのかっていう、そういう検証をやっておりまして。新聞じゃなかった。いや、でも、それ、お母様も、あ、そうなんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。あ、こっちは動画なんで。あ、じゃあいいか。それで、はい。あ、どうぞどうぞ。はい。はい、すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。すいません。本当にもう今入ろうかと思ってたんで、最後でありがとうございます。頑張ってください。はい、ありがとうございます。気づいてもらいました。イエーイ。ありがとうございました。本当に帰る瞬間に、あー、寒いじゃない。じゃあそろそろ中、室内に行こう。また今度ね、機会があればこの現象をやりたいと思います。